は午後2時を回りました。この時間はエンタメ情報を提供する番組ゴーゴーライカムをお届けいたします。ナビゲーターは FM 小座みみりです。どうぞよろしくお願いします。さて今日もですね、最新情報をお伝えするべくランキングやスタッフさんのお話を伺いながらお届けしますよ。この放送は沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから生放送でお送りしております。ライカムに遊びに行ってきたよ、ライカムで、映画見てきたよ、最近こんな映画見てきました、こんな本読んだっていう方はぜひこちらまでメッセージ送ってください。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM 小座ではユーストリームで映像と音声をインターネット配信もしております。 FM 小座のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイキャスも連動していますのでたくさんのツイートお待ちしております。早速ツイキャスの方でコメント届いております。テントがんばろうかいさんから、テントさんこんにちは、きたきた噂のゴーゴーライカム、パチ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 ということですけども、何の噂にもなってませんからねこの番組はい、さあまずはこのナンバーをお送りしたいと思います。今日はこの UK ミュージシャンからかっこいいガールズグループリトルミックスでブラックマジック、
お届けしているナンバーはリトルミックスでブラックマジックでございました。ゴーゴーライカム、この番組は株式会社未来屋書店沖縄ライカム店、スターシアターズシネマライカムさんの協力でお送りします。僕は2時8分を回っています。この時間は、インフォメーション番組ゴーゴーライカムをお届けしております。まさかのこの CD の表示がですね、今いつもはマイナスでこうどんどんなんていうんですかね、あと何分ですよみたいな表示なんですけど、今日は変わっていて、そうそう、だからね、いつもと違うくなっちゃってちょっと焦りましたさあ、続いてはインフォメーションのコーナーなんですが、まずはこちらから未来屋書店さんからのインフォメーションでございます。ですね、予想的中なるか、売上順位を当てると商品がもらえる秋の B1 未来屋カップ文庫ダービーキャンペーン開催中。未来屋書店とネットストアミボンにて2017年10月31日まで、文庫本の売上順位を予想するお客様参加型のオリジナルキャンペーン秋の B1 未来屋カップ文庫ダービーを開催しています。文庫本12タイトルを対象に売上順位の1位、2位、3位を予想し、未来屋書店が運営するネットストア、ミボンに応募します。予想が的中した場合は、抽選で人気のロボット掃除機、ルンバ680、これルンバ680かな、680かな、など商品をプレゼント。商品の抽選や予想が外れた場合でもダブルチャンスとして、応募者の中から抽選で商品券3000円分やポイント1000円分をプレゼントするそうです。応募期間は8月16日から2017年10月31日までです。競馬場のバトックに見立てた店頭で競馬新聞を催したパネルやチラシの未来屋書店記者の予想や各作品の展開状況、対象作品を実際に手に取って確かめることで売上順位を予想する楽しみと
意外な作品との出会いをお客様に提供しますということです。秋の B1 ですね、未来屋カップ文庫ダービーということで、本のね売り上げを予想していただいて、まるで競馬のように楽しんでもらうという、キャンペーンがただいま開催中ということです。ぜひ、気になる方はですね、秋の B1 未来屋カップ文庫ダービーでね検索していただければ、詳しい情報出ると思いますのでよろしくお願いします。さあ続いてシネマライカムさんからのお知らせでございます。インフォメーションとしまして、シネマライカムへお越しのお客様へご案内です。チケットのご購入は2日前からオンラインまたは劇場にて販売しております。事前にご購入いただきますと当日はスムーズにご案内できますので、ぜひご活用ください。詳しくはスターシアターズ公式ホームページをご覧くださいねということです。夏休みももうね、聞くところによると今は9月1日からではなく秋休みがあるようなので、明日から2日間30日から始まるみたいですね。この2日を10月の頭に秋休みとしてまた移動させて1週間ぐらいかな、4日間ぐらいなのか、なんか秋休みがあるらしいです。難しいですね今の小学生は単純にはいかないこの移動の夏休み。早く始まってるところはないか、さすがにいつもより短い感じが、秋休みを取るためにねちょっと短縮された夏休みが、もう今日で追い込みですかね、夏休みの宿題もどうなってることでしょうかそれでは続いてはこのコーナーです。続いてのコーナーはスタッフさんレコメンドのコーナーです。このコーナーは店舗で働いているスタッフさんに今おすすめの作品について語ってもらおうというコーナーでございます。今日はですね、未来屋書店さんからおすすめの本ありますということで、おすすめの本の紹介です。始めた人から毎日が幸せになるアロハ呼吸法、こちらの本は著者の橋本雅子さんが2016年3月に沖縄の本部町に2週間滞在して書いたそうです。本部の海が見える場所で波の音を聞きながらの環境のおかげで書けましたので、沖縄の地に自然に人との出会いに感謝しているそうです。アロハ呼吸法、皆さん聞いたことありますかね。アロハ呼吸法は A、B、C の3つが基本となっている呼吸法です。はい、A はアワレネス、意識、 B はブレス、呼吸、 C はセル、細胞、この3つが基本となっている呼吸法で、呼吸することと息を吐いたり吸ったりする時の意識、そして一番小さな宇宙と呼ばれる細胞に思いを傾け、本来の自分を取り戻しながらより自分らしく生きることを大切にしています。生まれてから死ぬまで止まることがなく波のように繰り返されている呼吸、心で考えたり思ったりしていることは外見には分かりませんが、その思いもこの思うがね、田んぼに心の思いと相手の愛の心の思いも呼吸に乗って
風のように外に吹いています。空気が悪い、嫌な空気、心地よい空気、明るい空気、その場その時々人によっての気を感じますね。人が発する気によって場の空気を察知する力は私たちはすでに持っています。思いや思い一つで自分から発する空気が変わっているのです。アロハ呼吸法を行うと内側に溜まった重い気も軽やかになり、内面から輝く感覚を味わうようになります。細胞の意識が愛、調和、感謝の宇宙組織に変化しますので、とらわれない、こだわらない、執着しない生き方ができるようになります。アロハ呼吸法で毎日が好転しますようにというですね、はい、これは著者のコメント紹介なんでしょうか。はい、橋本雅子さんが書かれた、始めた人から毎日が幸せになるアロハ呼吸法というおすすめの本ということでございます。さあ続いては、未来屋書店さんから CD のおすすめの方もいただいておりますので紹介したいと思いますよ。今週のおすすめ CD としまして、一つ目はキックザカンクルーのキックという CD です。カンケルやつら全員集合、14年ぶりのニューアルバムキックついに発売です。今作には完全取り下ろし最新曲全10曲を収録、最高のキック復活祭の始まりです。あのクレボさんがいるキックザカンクルー再始動ということでアルバムが出ます明日から発売かなということで、そんなキックザカンクルーさんから一曲お届けしましょう。キックザカンクルーで 1000%。
お届けした曲はキックザカンクルーで 1000% でございました。さあ続いては、もう一つはですね、 K-POP から一組来てますね、ブラックピンクというアーティストで、ブラックピンクというアルバムが出ます。こちらのグループ、ビッグバン、サイ、ウィナー、アイコンと全世界を股にかけ絶大な人気を誇るアーティスト多数いる韓国の YG エンターテインメントが送る最強のガールズグループだそうです。ねえ、ビッグバンといえばという2NE1 とかもいますけどね、本当にビッグバン筆頭に数多くのアーティストを抱えてます。この YG エンターテインメントが出る、ビジュアル音楽的センスを兼ね備えたスーパーパーフェクトガールズグループだそうですよ。スーパーは余計か。パーフェクトガールズグループブラックピンクがついに日本上陸。一度聞いたら抜け出せないこと間違いなしですっていうスタッフさんの、コメントがね届いております。そんなブラックピンクから、ブラックピンクあれかな、こちらを紹介したいと思います。ではブラックピンクから、日本語バージョンではないですけど韓国の方のやつをお届けしたいと思います。ブラックピンクでボンバイエー。
お送りした曲はブラックピンクでブンバイヤでございました。かっこいいですねなんとですね、これ韓国バージョンだと思ってたんですけど、がっつり日本語でしたね。失礼いたしました上手この4人組らしいんですけれども、韓国のガールズグループ2016年に YG エンターテインメントによって結成され、グループは韓国、オーストラリア、タイ出身の4人のメンバーで構成されているそうです。メンバー同士が親しい友人であることから、グループリーダーは決めていないということでございますよ。はい、2016年、去年ね、デビューして、そして日本デビューも1年後、早いですね。ということで、YG エンターテインメントが 2NE1 以来7年ぶりにデビューさせた女性グループだそうです。まあ、日本でもですね、多分注目されるであろうブラックピンクの曲をお届けいたしました。さあ、今週のおすすめ CD、お二つ紹介いたしました。キックザカンクルーのキック、そしてブラックピンクでブラックピンク CD ですね、発売されます。ぜひこれで気になったなという方は、ぜひ未来屋書店さんでお買い求めください。よろしくお願いします。ということで、この時間はスタッフさんレコメンドのコーナーでございました。さあ、続いてはこのコーナーです。ランキングコーナー。この時間は本、CD、映画ランキングトップ3をお届けしていきます。今週はどのような作品が入っているのか、リスナーの皆様もぜひ予想しながらお楽しみください。時刻は2時31分を回りました。コメントの方でね、ツイキャスで、ミミリたちは夏休みってあるのっていう、テント頑張ろうかいさんから、夏休みはないかなはい、ちょっとね、休養でちょこちょこお休みを私はいただいてるんですけど、今月はなんだかバタバタしておりますね。はい、またね、ルドルフさんから英語発音のお叱り、はい、意識はアウェアネスじゃないのという、はい、失礼しました。なんて言うんだかな、アワレネスとか言ってね、ローマ字読みしたんですけどすぐにバレる。はい、ありがとうございます。ご指摘、テント頑張ろうかいさん、ゴーゴーライカムをゴーライと言っていただけて、略称つけてくれましたか、ありがとうございます。ゴーライって1時間番組だっけ。そうですね、1時間番組です。はい、このあと2時56分までぜひお付き合いください。お願いします。さあ、元に戻りますよ。ランキングのコーナーでございます。この時間は未来屋書店イオンモール沖縄ライカム店さんの協力のもと、本の売上ランキングご紹介いたします。今週はですね、文芸エッセイ本のジャンルから3冊トップ3をご紹介したいと思います。それでは第3位です。新月満月の
パワーウィッシュ。さあ第3位はですね、けいこさん作新月満月のパワーウィッシュという本が第3位にランクインしております。こちらの本なんですけれども、自分の願いがなぜ叶わないか知っていますか。門外不出の稽古的シークレットメソッドが今解き明かされるということなんですけれども、きっかけは著者の元に届いた一通のメール。新月に願い事を書くといいと聞いてもう3年以上も続けています。叶ったものも多少ありますが、叶ってないものの方が圧倒的に多いです。どうしてなのでしょうか。私の書き方が悪いのでしょうか。それとも内容が悪いのでしょうか。というメールが届いたそうなんです今や多くの人が知っている新月の願い、新月のパワーを借りた願いの叶え方だが、実はその何十倍もパワフルな宇宙の最強メソッドがあった。大切なのは新月だけでなく満月のパワーも、その時の星座の得意分野も余すことなく取り入れる。そして宇宙コンディションに合わせた波動の高い言葉選び、それが新月の願いの何十倍もパワフルな稽古的パワーウィッシュ。愛、お金、結婚、ビジネスチャンスについて、今まであなたの願いがなぜ叶わなかったのか、これからどうすれば叶えられるのか、この本を読めば深く理解することができます。さあ今日からあなたもパワーウィッシュスタートということでございますはい、メソッド本ですね。新月満月のパワーウィッシュ、この本が第3位にランクインしてあります。新月に願いを込めるっていうね、私知らなかったな。そうなんですね。それでは続いて第2位の発表です。いつか別れる、でもそれは今日ではない。さあ第2位は F さん作いつか別れる、でもそれは今日ではないが第2位にランクインしております。こちらですね、先日も、あ、前回ですね、文芸エッセイ本を紹介した時にもランクインしていました。続いて第1位の発表です。第1位はこちらの本です。夜が明けたら一番に君に会いに行く。はい、ということで今週の売り上げランキング1位は塩見夏江さん作夜が明けたら一番に君に会いに行くが第1位となりました。ドラムロールを出したかったんですけど、スリープ状態になっていましたさあこの夜が明けたら一番に君に会いに行くという本なんですが、こちら実は携帯小説から出された文庫本らしいんです。文芸本。あらすじが、ある事情から優等生を演じている茜、その茜を見抜くように隣の席の政治から嫌いだとはっきり言われショックを受けます。自由奔放な彼を嫌っていた茜だけど、孤独と窮屈さでどうしようもなくなっていた自分を救ってくれたのは政治だった。政治の隣で過ごす時間は茜の気持ちをゆっくりと溶かしていき、少年の秘密とタイトルの意味を知ったとき涙が止まらないという本です。著者からのコメントもですねありましたので、そちらも紹介したいと思います。こんにちは、塩見夏江です。この度夜が明けたら一番に君に会いに行くを書籍化させていただけることになりました。応援してくださった皆様本当にありがとうございます。本作のテーマは
自分に正直に生きること、気持ちを表現することが苦手で生きづらさを感じている若い人たちへ、今の私が言葉にできる精一杯のメッセージを詰め込みました。あかねと同じ悩みを抱えている方々に読んでいただけたら幸いです、というコメントが、はい、ありましたのでご紹介していきました。ということで、今週のミライエラ書店さんからの文芸エッセイ本のランキングは、第3位新月満月のパワーウィッシュ、いつか別れるでもそれは今日ではないが第2位、第1位は夜が明けたら一番に君に会いに行くでございました。以上、本のランキングトップ3をご紹介いたしました。この後 CM を挟みまして、映画ランキングトップ3をご紹介していきます。時刻は2時41分を回りました。この時間はゴーゴーライカム、エンタメ情報をお届けする番組をやっております。さあ、ランキングなんですけれども、映画ランキングの方ですね、こちらやっていきましょう。まずは第3位はこちらの作品です。さあ、ということで第3位はですね、スパイダーマンホーム
ホームカミングでございました。はい、のね、スパイダーマンなんですけれども、15歳の男の子がアベンジャーズにちゃんと入れるのかというハラハラドキドキの物語があるそうですよ。さあ、もう一つもヒーロー系ですね。こちらはワーナーブラザーズから来ております。この作品が第2位に入ってきました。さあ、これで合ってるのかな。失礼しました。もう一度おかけしますね。少しパニックっております。うまくいかない。はい、第2位はこの作品です。第2位はワンダーウーマンでございました。先週8月25日金曜日から公開が始まりましたが、堂々の第2位のランクインとなっております。このワンダーウーマン、バットマン対スーパーマン、ジャスティスの誕生にも登場した人気キャラクターで、美女戦士ワンダーウーマンを主人公にしたアクション映画。女性だけの一族出身で男性を見たこともないプリンセスが辿る運命を描きます。ワンダーウーマンを演じるのはワイルドスピードシリーズなどのガルガドット、スタートレックシリーズのクリス・バインらが共演し、監督はモンスターなどのバティ・ジェンキンスが務めます。イスラエルでの兵役経験もあるガルの本格的なアクションにも見応えがあるそうです。すごいですね、ガル・ギャドックさん。すごいかっこいい黒髪の女性なんですけれども、兵役経験もあるんだ。そりゃもうアクションはねバッチリなのかな。それではいよいよ第1位の発表です。根強い人気、やっぱり夏休みの効果でしょうかね。こちらの作品が第1位となりました。
さあということで第1位はですね、もう何週間連続かな、怪盗グルーのミニオン大脱走がまたしても第1位となりました。根強い人気ですね。声優陣がね、またたくさん面白い方々が出てますよね。笑福亭鶴瓶さんだったり、この弟さん役の生瀬さんだったりで、おなじみのルーシー役には中島美嘉さんだったり、あとはですね、このバルタザール・ブラッド・トレイ・パーカーっていう今回のこのラスボスっていうんですかねキャラクターがいるんですが、そのキャラクターをやっているのが松山ケンイチさん。なんかちょっと意外なんですけど、このなんていうんですか、 CM 予告編聞いてるとね、違う感じがしますよね。ということで、ぜひ怪盗グルーミニオンズ、まだまだ大ヒット上映中ですので、皆さん気になる方はスターシアターズで見てくださいね。以上、この時間は映画ランキングお届けいたしました。さあ時間がそろそろ迫ってきましたが、イオンモール沖縄ライカムさんのですね、情報もイベント情報お知らせしたいと思います。夏休み手作り体験、夏休みの自由研究や工作にも思い出記念にも楽しくオリジナル作品を作ってみませんかということで、8月31日まで開催中。サンドプレート作りとか手作りシーサー色塗り、はい、こちら両方とも、料金が1600円となっております。だいたいですね、30分で作れるみたいですよ。アクリルパーツと貝殻付け放題というサンドプレート作り、または手作りシーサーの色塗りですね。こちら5歳から対象がなっております。はい、またね、シーサーだけじゃなくてジンベエザメの色塗りもできるみたいですので、そちらは1900円となっております。はい、アクアドーム作りもできますよ。体験内容 S サイズ M サイズともにお好みのガラスパーツ1個入っています。はい、追加については1個250円、 S サイズは1600円、 M サイズは税込み価格1700円。こちらちょっと45分ぐらいかかるみたいです。はい、こちら年齢対象が6歳からとなっております。続いてオルゴールデコ手作り体験もあって、曲がトトロの散歩、ミッキーマウスマーチ、シマンチュヌ宝、海の声、4曲の中から1つ選んでいただき、オルゴールの横の面に自由にペイントしていただけるそうですよ。ペイントの難しい小さなお子様には海の生き物シールで無料で用意しております。オルゴールの上面はいろいろなガラスパーツを用意しています。ガラスパーツは1個250円となっているそうです。こちらが、体験税込み価格1700円となっております。はい、場所がですね、2階アクアエレベーター横となっております。8月31日まで開催中です。時間は11時から19時までで、受付終了が18時となっております。夕方6時までね。はい、この体験を手作り工作にしてもいいし、またはこういう感じで作れましたっていう自由研究にもなるということですので、ぜひ思い出記念にもなる楽しいオリジナルグッズ、オリジナル作品作ってみてはいかがでしょうか。さあ、こんなインフォメーションギリギリまでやってみましたら、あっという間にエンディングでございますよ。さあ、今日も1時間あっという間に
この時間になっちゃいました。はい。ということで、皆さんお気に入りの作品は見つかりましたでしょうか。ぜひイオンモールで遊んだ方はメッセージお待ちしておりますよ。ナビゲーターはこの番組ゴーゴーライカム、ナビゲーターは FM 小田ミミリでした。また来週この時間にお会いしましょう。さよなら。